D ポインンントののキャンペーンについてお話ししますのはい。他社のポイントから D ポイントに交換すると10%増量されるキャンペーンが始まりました。例えば5000ポイントを D ポイントに交換したら500ポイントが増量されて5500ポイントの D ポイントになって帰ってきます。これはお得ですね。今回のキャンペーンはエントリーが必要です。とりあえずこちらから エントリーをしましょう。キャンペーン期間は8月1日から8月21日までとなっています。ポイントの交換はこの期間にする必要があります。動画公開時点ではまだ8月1日ではありませんので8月1日になってからポイント交換をしましょう。キャンペーンの対象となる企業はこちらです。永久不滅ポイントやドマネー、ハピタス、ペックス、モッピー、リクルートポイントとかは ポイントを貯めてる人多そうですね。今回のキャンペーンに参加する前に少し待ってほしいんですけど例年通りだったら今年の年末に15%増量キャンペーンをしますちなみにこちらは去年開催されたキャンペーンです今回のキャンペーンは10%ですので年末まで D ポイントに交換しなくてもいいっていう人は年末のキャンペーンまで待った方がいいと思いますただもしかしたら 今年は開催されない可能性も少しはあります。ですので今年もし開催されなくても大丈夫で年末まで待てるっていう人は今回のキャンペーンはスルーでいいと思います。ちなみに僕はスルーして年末の15%増量キャンペーンにかけたいと思います。僕はいろいろなポイントを永久不滅ポイントに交換してポイント運用をしながら年末の15%増量キャンペーンまで待ちたいと思います。 まあでも、とりあえずエントリーだけはしとこうと思います。今回の10%増量キャンペーンに参加する人は、期間にだけ気をつけてポイント交換をしてください。もしよかったら、今回の動画参考にしてみてください。8月1日にリマインダーセットしておくといいかもしれませんね。そうですね。 やっぱね、あの、ポイ活するときに役に立つのがリマインダーですよね。僕もね、もう毎月毎月することはリマインダーに全部入れてますし、こういうお得なキャンペーンがあって、開始日が少し先の場合は、それも全部リマインダーにセットしてます。もしよかったら、真似してみてください。はい。というわけで、浜ゆっこと秀<行>、ひでゆきがお送りしました。ためになった楽しかったという人は、高評価とチャンネル登録、お願いします。 チャンネル登録するとお得情報をいち早く知ることができますよ。またねバイ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 